里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。ちょっとなんか落としましたよ。里崎の刃。はい。はい。鬼滅の刃とかけて。そうです。はい。流行りに乗っかっていこう。はい。今回から、はい、新しい企画がスタートです。はい、今日の朝思いつきました。はい。里崎の刃。はい。はい、里崎の刃。はい。このコーナーは野球界に関わる、うん、SNS、ネット、はい、世論、世間、ファン、マスコミ関係者、球団、選手、多くの声の中から上がっている話をピックアップして、はい、里崎が切るというコーナーです。おー、もう世の中のもうなんかどうだどうだって言ってることをもうぶった切ると。そうです。だから今までは、はい、僕がピックアップして、はい、そのことについて語ってきてましたけど、はい、このコーナーは、まあ、不定期開催なんですけど、はい、コメント欄とか、あと SNS 上、うん、ネットニュースでは生で聞いた声、はい、野球界全体から、こういうのやってくださいとか、うん、こういうのどうですかとか、こういうのやったらいいんじゃないのっていう声を集めてきて、それを里崎の刃で切るというコーナーです。おー、怖いですね。はい、鬼を切っちゃうぐらいの刃の威力を発揮するってことですよね。怖いですね。はい、はい、っていうコーナーです。はい、わかりました。はい、じゃあ今日は記念すべき、はい、第1回目は今ですね、はい、話題になっている、うん、育成契約をうまく活用して、うん、FA の人的保障を取られないようにしてんじゃないのか問題を切るっていう、うん、ああ、そういえば今ちょっとね、ちょっと話題になってるでしょ。記事になってましたしね。そうです、そうです、そうです、うん、だからまあ今ね、はい、なってるのは、はい、まあ、あのジャイアンツなんですけども、うん、まあ、FA でね、はい、まあ、伊能と、梶谷を取るというところで、まあ、伊能はね、あの C ランクなんで人的保障も、はい、保障もいらないんですけど、梶谷が人的保障がいる、うん、ランクにいるん でそこでその人的保障っていうのは試合下の選手の中からプロテクトされた、多分28人ぐらいだったと思うんですけど、はい、プロテクトされた外国人と新入団選手以外ピックアップできるっていう、ね、はい、そうですね、制度になりますけども、はい、そこででも育成選手はピックアップされないんですよ、はい、だそれをうまく使いすぎてんじゃないのかっていう問題が世の中に広まってるんですけども、はい、この問題は簡単です、うん、あ、簡単ですか。はい、なんかこう見るとそれやったらプロテクトとかの意味ないじゃん、意味はないとは言わないですけど、うんうんうん、あ、でもまあルール違反はしてないしっていうのはやっぱどっちつかずな気もするんですよね。そうなんですよ、はい、判決を言い渡す、はい、無罪、はい、あ、無罪。だってルールないんですもん。で違反してないんですよね。別に巨人は何もルールを違反 してるわけでもなければ、はい、ズルしてるわけでもないし、はい、別にルール内のことでやってるんだから、うん、そのジャイアンツがごちゃごちゃ言われる必要は全くないんですよ、はい、だってルールですもん。おかしてないんですよ、何も、うん、赤間さん、それ、はい、おかしい、法律には違反してないけど、はい、逮捕ね、どうどうですか。いや、そう、それはでもちょっとね、うん、何も悪いことしないじゃんってなりますよね、うんうん、おかしい、うん、裁判、はい、もうで、しかも有罪、はい、懲役ね、はい、法律にはセーフね、はい、法律セーフよ、でも、はい、おかしい、だからアウト。誰の判断で懲役なんですか。うん、世の中ってことなんですね。なるほど、なるほど、うん、なるほど、はい、うん、だからこれルール上政府なんだから、はい、これをごちゃごちゃ言う方がおかしいっていうのと、それをうまく使ってるジャイアンツが素晴らしい。ああ、なるほど、はい、今年で言うと、うん、ジャイアンツの直央選手、はい、だから球団から、うん、原監督から来年新人を取らせますと、はい、言った選手が、うん、育成です、はい。だからそれを世の中おかしいって言ってるらしいのよ。うんうんうん、あと山下選手、はい、すごいバッティングいいのよ、うん、はい、はい、ファームで首位打者かな、そうそう、去年ね、田中取って、はい、今年も怪我もあったりして、うん、支配下にしたんだけども、はい、まあ、怪我でね、去年 のウィンターリーグもね、台湾で行われる、はい、調子良かったりして、うん、今年も多分1年一番最初の期待かける選手で、はい、多分上げてると思うの、はい、里崎チャンネルでは、うん、山下選手を、はい、その選手も育成です。はい、だからそれがおかしいって俺は知らないよ、うん、世の中言ってんだよ。いや、なんか考えると、あ、やっぱりそのね、あ、じゃあ取られたくないから育成にしたんだろうって思っちゃいますよね、うん、でもダメなの？だから取られたくないから育成にしたとしてもダメなの？いっか、ルールないの？ルール
ール違反してないのか。そうそうそう、だから取られたくないから育成にしたとしてもね、はい、仮に違うかもしれない、はい、名古屋選手も腰の手術もしてるし、だからそれが理由かもしれない、はい、でも取られたくないかもしれない、でも取られたくなかったとしてやったことしてでも別にいいじゃん、はい、うん、そうです。そこの支配下と育成の行き来っていうのはもう今球団のもうだからあのシーズン中に育成に切り替えることはできないんですよ、はい、あ、そっか、はい、だから支配下の選手だって、はい、シーズン中だから多分2月、うん、契約中が2月以降かな、はい、に支配下から育成に切り替えるっていうのはできないんですけど、はい、うん、今年はちょっとコロナ禍だったんで日数変わりましたけど、はい、でも8月の末ぐらい の, そのトレードとか、うん、外国人選手補強とか可能な日程があるんですよね、はい、その日程内だったら育成から支配下にするのはいつでもいいんですよ。いや、なるほど、はい、だから要は今育成にして2月1日に支配下にしてもいいんですよ、ルール上は。はい、え、じゃあ育成に何人まで OK とか育成の数って決められる？無限です。じゃあもう無限列車です。じゃあもう取られたくない人みんな育成にしちゃうじゃないですか。今無限列車って言ったのにするですか？あの鬼滅の刃ですね今までってこういうことって他球団あったんですか？多分そういう、でも FA を取るチームしかそんなこと関係ないし、はいはい、だから、はい、あのここでね一番の問題はルールよ、はい、だ巨人は悪くない、だ巨人攻めるのはもう岡田氏が、まあ、ルール内だから、うん、はい、でも、うん、一番問題あるのはこれルールよ。そうですよ、だからルールをもうちょっときっちりすればそういうこともなくなるっていう。そうだからルール変えよ、はい、でもルール作れますこれ？作れる作れる、作れます。もう超簡単だった、はい、考えたけど、はい、やっぱりこういうのがね話題になること自体がやっぱジャイアンツもなんか損してるじゃん、はい、そうじゃなかったとしてもね、うん、そういう人的保障のあれじゃなかったとしても仮に、はい、そうやって言われるわけでしょ、うん、で別にそんなんじゃないのにっていうのもアナウンスすることでもないし、はい、そういちいちそうやって目くじらさって言われるのもなんか面倒くさいじゃん、はい、でここで里崎の刃が光るわけよ、はい、切るっていう、はい、だからおかしいって思って、おかしいと思うわけでしょ、うん、みんな、まあ、世の中的にはちょっと思っちゃうんですよね、うん、でもジャイアンツはおかしくない、うん、そう考えたらでもおかしいんでしょ、はい、じゃあもうルールがおかしいんだよね。だから今までもおかしいなって思うルールは変わってきてるのよ、はい、実は、うんうん、だから大きな最近の大きなところで言うとドラフトの志望届、はい、高校生大学の結局プロ野球志望届出さなかったら全員が、はい、プロ行きあのメジャー行きますとか、うん、進学しますって言ってて指名しないでくださいって11球団にアナウンスして1球団とそこ入りますからねって言ってるパターンもあるじゃん、はいはい、だそういうのでいろいろルールは変わってきてるわけよね、うんうん、全員が平等になるように、はい、だから今回も変えようっていう、うん、いい案あるんですか？あります。おー、里崎の案はこちらです、はい、同年に選手から育成に切り替えた選手は人的保障の対象にします。選手から育成に、試合下から育成に切り替えた場合はもう対象選手になっちゃうっていう、はい、そう同年に、あ、その年にってことか、はあ、2020年に試合下から育成に切り替えられた選手は、はい、そう人的保障の対象になりますよっていう、はい、あ、すごい簡単ですね。そしたら、はい、もし悪意ある使い方をしようとしている人が、はい、今後もし出てきた人たちは、うん、それができなくなるわけですか、はい、簡単でしょ。簡単ですね、うん、まあ、確かに、まあ、別にもし、まあ、そういう意図が球団は意図がなくて育成にしたとしても、うん、その他球団があでも育成になったけどすごいいい選手だなと思ったら別に取りに行けるし、そうでもし育成に切り替えてもその選手が必要だったらプロテクトすればいいだけで、うん、そうですね、はい、ああ確かに簡単でしょ。簡単ですね、はあ、めちゃくちゃ、はい、でここはいろいろ考えたのね、はい、最初は試合下から育成に切り替えた選手は来年シーズンの半分は試合に出れません、はい、とか考えたんですけど、はい、それは、まあ、それもいいんですけどちょっと選手にマイナス大きすぎるなっていう、うんうん、そうなったら、はい、うん、でこれすぐ帰れるのね、はい、でそしたら、うん、そういう隠れ身のにはできないわけでしょ、うんうん、確かに。で別に球団も別にそういう対応なくても試合下から育成に切り替えるのも別に制限するわけでもないし、育成に切り替えても来年すぐに試合下にも戻せるし選手にとっても不利益ないし、で人的保障っていう部分でも FA で取られたチームにも平等に公平性を与えるからいいでしょ。うん、めちゃくちゃいいと思います。すぐできるでしょ。はい、だこれどうですか。すごく簡単。ファンの皆さん、はい、野球関係者の皆さん、NBB の皆さんどうですか、うん、このルール。これもうすぐ変わっちゃうんじゃないですか。うん、変えた方がいいね。うん、そしたらこんなごちゃごちゃ言われなくて済むじゃん。はい、何も言われないですよ。うん、だから今回切るのもうこんな
スパッできる簡単ですか。めっちゃ簡単だった、よくよく考えたらそうですね、なんか話題になってるから話題になってんだと思って、はい、でよくちょっと考えたけど、あこれでいいじゃんと思って。そうですね、うん、じゃあこの話題はまだ下限ぐらいですね。うん、弱かったね。ちょっと上限まだ行ってない。上限行ってない、もう下限、はい、もうすぐそこら辺にいるやつ。じゃあ下限の6ぐらいかな。うん、俺見てないから分かんないけど。見てないんですか。見てないのにもじってるの見てない、見てない、加減、加減なの。上限とか強い鬼で、うんうんうん、加減はもうちょっと下の鬼なんですよ。うん、で加減だね。加減の鬼ぐらい切るやつですね。そうだね、見てないから分かって、はい、イメージは全く出ない、はい、まあ、なかなか喋ってきたけど、はい、だから今回の解決策は簡単よ、うんうん、だからあの同年に、はい、あの支配下から育成に切り替えた選手はそのプロテクトをしなきゃいけない対象、はい、人的保障の対象選手になりますよっていう、はい、のにすれば、うん、もう全てが丸く収まる。はい、もう簡単です。簡単ですね、はい、ということで今回はこの企画、うん、次回もですねいろんなところを探してですね、まあ、コメント欄からも拾うかもわかんないですけども、はい、世の中を切っていく、うん、里崎の刃、こう期待、今回も切ったぜ、うん